ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。また新しい選手の移籍の情報ですけれども。あ、そうだね。うん。あの、はいはい、DeNA の外選手。はい。ね、自由契約というか、あの、契約がね、今、切れてどういうふうになるのかなって言われた、ロッテが、どうやら獲得ということで、うん。まあそうだね。はい。ちょっとびっくりしましたけど。まあでもね、ロッテはね、うん、まあポランコがホームランを取ったとはいえ、うん、やっぱまだまだね、長打力というか、破壊力が欲しいんだろうね。うん、まあそれと、外というファーストができる人間。まあファーストやらせたら、うん、まあ非常にゴールデングラブをね、取ってもいいんじゃないかっていうぐらい、やっぱ上手いしね。うん、だからまあ動きっていうのはちょっと悪いかもわからないけども、でも自分の処理できる範囲、うん、これは非常にうまい選手だから、はい、でロッテも今年ね、ファーストというポジション、うん、まあ、山口が外野からファースト守ったりだとか、安田がたまにやったりとか、岡大海もやってみたりだとか、まあいろいろファーストのポジションというのが埋まらなかったんだよね、うん、だからそういう意味ではものすごい適任な人間が来るということだよ、外って。うん、これね、多分ロッテ以外もね、名乗りを上げたチームはあったと思うんですけど、まあ多分ね、ね、まあいろいろ決め手はあったでしょうけれども、うん、ね、ソフト選手といえば18年19年にホームラン王、6年通算で161発っていうね、はいはい、長打力のある選手ですし、まあそうだね、まあ、最初なんていうのかな、ファームにいたんだよね、うん、で DeNA がパッと使い出したらベイスターズの時にね、使い出したら、うん、いきなりもう量産し始めたんだよね、うん、だから本当にあのホームラン打つ力っていうか、うん、まああるしね、うん、で勝負強さも持ってたし、うん、まあ今年はね、あんまり使われ方とか、まあ、自分の状態もあまり良くなかったと思うんだよね、うん、でも環境を変えることによって、うん、まあ、ホームランを2年連続取った時のような、うん、まあ、バッティングがまだ34歳でしょ、そう、うん、だから下手ってはないと思うしね、うん、だからこれはポランコと、とポランコがまだ決まってないけども、うん、ポランコと外が並ぶと嫌だよね、右左で並ぶと ね、 ねで DH じゃなくてもバッターの守備で十分やっていけるだけの選手だから、うん、まあ一つのポジションが埋まるということから考えると、うん、まあ、ロッテはいい補強したなっていうような感じがするよ、うん、ね、本当ね、ポランコ選手の残留が決定したらね、うん、なんかすごいですね。いや、すごい。チーム雰囲気変わりますね。いや、ホームランを、まあセリーグだけども、うん、外の場合はパリーグでホームランを、セリーグのホームラン王が並ぶわけだから、それはやっぱ厚みはすごく出るよね、うん、まあ外の特徴とすれば、うん、非常にこう日本の野球にもう慣れてきて、うん、やっぱ球を絞れるようになってんだよね、このピッチャーは、うん、ただパリーグに移る分だけ、うん、やっぱその情報っていうのはまた新しくしなきゃいけないけども、うん、非常に頭のいい選手だよ、冷静な、うん、だからまあここら辺も順応してくるのかなというね、うん、そんな気がするし、うん、あとはね、やっぱ日本が好きだわ。おうおう、それ大事ですよね。いや、それ大事大事、うんうん、だから千葉マリンというね、うん、球場を本拠地にする、風が強いから嫌かなって思うけども、うん、まあだけどその特徴もね、彼はもう知ってるはずだよね、うん、ライナー性で行くとホームランになるとかね、うんうん、ただ外のホームランって放物線を描くんだよね、高い、うん、それが風の影響を受けないかなっていうちょっと心配はあるにしても、うん、でも相当やっぱ打つと思うよ、調子が良ければね、うん、なるほど、うん、そうするともロッテね、なんかこう吉井監督がチャンスは作るけどあと1本が出ないのが課題っていうようなこととかをね、うんうん、話されたっていうところで言うと、うん、もうそのあと1本っていうところが出だすといいな、うん、ただね、やっぱり率がねちょっと悪い部分があって、うん、だから確率的には悪いよね、あとちょっとこう調子のいい時と、あ、波があるね、うん、波があるけども、でもやっぱ相手にとってみればさ、うん、やっぱり間違えたり一発があるっていう選手が揃うというのはね、ポランコ、まあ、ポランコがまだなんだけども、外がね、うん、いるとそれはやっぱり相手にとっては嫌な存在にはなってくるよね、うんうん、これリーグがね、セリーグからパリーグに変わるとピッチャー陣もだいぶ変わってくると思うんですけど、まあ変わるし、うん、やっぱ攻められ方っていうのもね、ちょっと若干変わってくるかなっていうふうには思うけども、うんうん、まあだけど、うん、ポランコが、うん、まあ昨年ね、巨人からね、巨人から今年移籍して、うん、まあホームランを取ったように、うん、まあそこら辺はね、外国人だと力勝負してくれる方が
やっぱりやりやすいのかなっていうような感じがするよね。逆にね、まあ傾向だけども、まあ、セ・リーグのピッチャーよりもパ・リーグのピッチャーの方が力勝負するピッチャーが多いんで、なるほどね。だからまあホームランを取った外に対して力勝負来るかというとちょっと疑問ではあるけども、うん、でも変化球の攻められ方っていうのは十分セリーグで、うん、体験してるだけに、うん、まあ、ここら辺は順応してくると思うよね、うん、だからまあそういう意味では本当にロッテに入った打線というのは見てみたいし、うん、だからポランコを4番にするのかいればね、うん、外を4番にするのかとか、うん、でまあ1番ね荻野とか、うん、藤原とか、うん、若い 1,2 番を組んで、それはもうポランコ外とか外ポランコとか、まあ、はたまた今シーズンもある方中村が3番でつなぐような3番になって、ポランコ外外ポランコみたいなことになってくると、うんうん、でその下に安田があるでしょ、安田がいるでしょ、まあそうなってくると強いよね、うん、強くなると思うよ、ね、それと一方 DeNA、うん、外選手が抜けてしまった後の DeNA っていうのはどうなんですかね。まあ、これは渡来がね、うん、入ったから、はい、うん、佐野をファースト固定にするんじゃないかなっていうような気がするよね。なるほど。なんて言うんだろう、まあ、渡来はあのキャラでね、うん、もうなんかチームに溶け込んでるような、ね、まあ、そんな選手だし、うん、まあ、最初からおそらく三浦監督だったら使っていくと思うんだよね、うん、まあ、そうなってくると外野で誰が動かせるかっていうとさ、まあその佐野がもうファースト1本でっていうようなことになるような気はするけどもね、うん、で来年はオースティンも、うん、復活してくるだろうし、うん、だからそういった意味ではその守りも含めてね、良くなるかなという。なるほど。まあ、今年の外を見てたら、うん、本当に使うのにしんどかったね。やっぱり佐野を使った方がいいとか、うん、ファーストで、うん、でまあ佐野に対して無理があったんだけど、ファーストで使うのはね、だけど一本にしてあげるとさ、うん、外野とか、ね、内野とかそんな器用な選手じゃない、やっぱり一本でしてあげるとやっぱ打率も上がってくるだろうしね、うん、だからそういった意味では DeNA の方はそんなには痛く感じてはないかなという。なるほど。まあ、いればいたで怖いバッターだけにね、うん、あれだけども、でも外本人のためロッテのためを思うと、うん、本当にファーストが空いてるだけに、うん、まあ、いい席になったなっていうようなね、まあ、そんな感じがするよ。なるほど、うん、そうするとまあ DeNA の方もこ うまく、うん、まあ、ドラフト1位でね、うん、渡来選手が入るとか、 そうだね、そういったことで中がこう守備位置が変わったりしながらも今年よりは逆にこう安定して守りが安定するかなっていうような感じがするよね、うん、なるほど、うん、だからそういった意味ではもうロッテからもらい受けるわけではないけども、うん、やっぱりロッテもいい感じになってくるだろうし、うん、なんていうの、 DeNA の方も守りっていうのが、まあ、安定、外野の守りが安定してくるかなっていうようなね、まあ、そんな感じもするよ。もうこうやってね、シーズン終わって次のシーズンに向けてのね、うん、選手の移籍だったりいろいろありますけど、うん、なんか新戦力でだいぶチームの雰囲気もね変わってきますね。まあ、うん、外はね、うん、だからその最初来た時にね、うん、ファームにいて使ってもらえなかったんだよね、うん、まあそれで使い出すと、こんなに打てるのかっていうような選手だったんだよ、うん、だからこの環境を変えてまた新たにスタートするっていうことは、まあ、外の性格を考えると非常にいいことかなっていうのと、うん、あとねやっぱこれは条件なんだけども、うん、安定的にしっかり使ってあげないと、我慢しながら使ってあげないと力が出ないという、うん、悪いから下げる、代打、そういうのはね向かない選手なんだよね。なるほどね、うん、だから安定的に我慢してたらトータル的にしっかりした数字を出せる選手なんだよ。だからそこら辺の特徴をね見てね、ロッテの方は使った方がいいかなっていうふうに思います。なるほど、はい、はい、ということでね、まあな、うん、少しずつもう決まっていない選手の去就はね気になってましたけど、ね、外選手はロッテということで、まあ、ロッテのユニフォームを着たね外にもちょっと会いに行きたいね、うん、本当ですね。まあ、取材行った時はいつも話すからね、うん、はいはい、はい、だからまあ頑張ってくださいね。はい、はい。